実践を通して防災体制や復旧対応を強化し、安全安心な街づくりに役立てようと、10月29日、松山市立南中学校で松山市総合防災訓練が行われました。これは松山市が主催したもので、学校や自主防災組織、松山市と防災協定を結んでいる企業など71機関からおよそ2400人が参加しました。今回の訓練が行われたのは、松山市内でも人口の多い石井地区。南海トラフを震源とする巨大地震発生を想定しての訓練となりました。参加者は初期消火や支援物資の輸送訓練、倒壊した家屋や自動車からの救助など、お互いに声を掛け合いながら訓練に臨んでいました。また校舎の屋上では、松山市南消防署の救助訓練や陸上自衛隊のヘリコプターによる吊り上げ救助訓練も行われました。この日、愛媛 CATV では、インターネット環境があればどこでも自主制作チャンネルが見られる E テレビスティックを使い、今年10月から放送を開始したタウンチャンネル松山市にて、防災情報の表示や自動音声による情報の読み上げを行いました。石井地区自主防災組織の大変なご理解とご協力のもと、南中学校、石井小学校の児童生徒の大勢の参加もいただきながら、大変実りの大きい訓練になったと思っています。そういった物資や資機材がどんどん運ばれたというところを見ていただきましたが、大きな災害になるほどそういったものがなかなか行き届かない、また個人が必要としているものがなかなか手に入らないという状況にもなると思われます。なので各家庭で必要なもの1週間分程度は備蓄、備えていただくようお願いします。関係する各機関がお互いの連携を確認しておくことで、災害時の安全安心につながっていくことが期待されます。